全然枯渇しないな。おー、うまっ。どうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。さて、9万程度の、ソウルを回収しに行こう。いやー、上をな、弓で倒せないのがちょっともったいなかったなー。痛い。いやー、強いんだよね、魔法ねー。囲まれて終わる未来が見える。マジであいつら卑怯だな。しかもやっぱ火力足りないね。もらうしかない。もらって、走って抜ければ OK。 よし、いやー、下の騎士倒したかったけど。おわいやべ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 。あ、ひどー。よしよし、まあ、これでいいからね。あー、そういうルートになってんの。うわーし、あ、ちょっと待った。これさ、あ、よかった。ガーゴイル出てくるのかと思ったよ。よし、行こう。何もなさすぎるんだよなー。あー、ですよね。ほい。よし、オッケー。まあ、いけなくはないって感じか。灯火追加。ちょっと見直すか。あの調子で出てくるか。下待ってるね。うん。力尽きたね。絶対罠だけど。
それが強いね。さて、あ、武器鍛えてる分って感じかな。下気になるねー。あー、で、ここにつながるわけか。うん。体か。強靭のおかげで、だいぶ楽できるね。よいしょ。あっちは大丈夫だね。あー、なんか違うところ出たな。遺骨かな？今のはね、見えなかったけど。うん。意外といけるね。あー、戦って落ちるみたいな感じか。で、落として、ショートカットを、で、こっち側も行けると。あー、なんか三人見えるね。厄介だな。これは厄介だね。反応したね、3人ね。3人はちょっと、3人は。おー、やつかか。おー、強っ。はー。そうだな、ガーゴイルと戦わないといけないと考えると、このはしごを落としてたのは正解だね。痛い痛い痛い。いやー、強かったなー。開かないよねー。いやー、別々動く感じしないもんねー。
ああ、三人来るか。そう。ひるまないねー。よし。これは儲けだったね。なんか手に入ったのが、おにぎりと、うばだちでいいのかな。これさ、まあ装備できないんだけど。あー、二刀だね。すげえ。で、こんな感じ。おー、スキルかっこよ。まあでも、そうだね、技量が全く足りてないから、僕には過ぎた代物だね。で、最後、魔法使いか。おお、ぶで。痛い、マジで。ああ、パリダガーか。まあそっちがね、その手を使うなら。いてー。あれ飛んでくるやつかー。全然枯渇しないな。おー、うまっ。ちょっとめんどいねー。これさ、今気づいたけど、大沼さんじゃないよね。ちょっとね、しんどい。ちょっとね、しんどい。パリうめえな。うん、強かった。単純に強いし、めんどくさいな、こいつは。コロ、おー、強いだね。よし、進もう。その前にちょっとチェックだけしよっか、装備のね。結晶のコロとして知られる双子の同士が、
あの、私、クリエムヒルトに授けた結晶の杖と。ああ、違うかもね。大沼さんじゃないかもね。ゴッドヒルトさんの創建はあったのよ。馬立ちも、狩人か。あれは四天王的な配置なのかな、もしかしたらね。あと、盾。騎士盾ね。ちょっと待って。魔法パリーができるんだ。あー。受け身は低いけどね。魔力に対しては強いって感じか。え、かがり火ねえの？マジか。あ、上はなんかあるね。ストビン3つかー。まあ、人型は多分あれからは出ないだろうから。まだあれいるね。うわあ、なんかいる。ちょっと変わったやつが。まあでも行くしかないよねー。撃てないねー。お、おー、しかもなんか丸い。抜けてくんの？それはちょっと俺予想外だった。そこ通ってくんのか。はい、バクスター。はい。よし。金色か。ね、マジで羽生えてんじゃん。あっちなんかいるんだよな、もう一人ね。あー、で、それか、その槍。なぜかバックスタが取れない。やばい。よし。あぶねえ。かけら。ああ。なんとか持ってるわって感じだ。まだいるよ。はい。そうそうそう、これこれこれ。いやいや、さっきたまたまやっぱバックスタ取れなかっただけか。現場、あ、これで最終強化できるわ。祝福も手に入った。落ちるのね。普通に怖いわ、あれ。
来ないよね。おー、エストのかけら。最高。やっぱあそこ上がれるね。どうやって上がるか。あった。普通に上がれたね。これ上がって。ああ、ここに3人密集してたわけね。狭いところに。さあ、何があるかな。狩人の指は、技量か。ああ。で、あっちか。そうだね。ボスっていうか、大量の敵を倒して、まあ、指輪とか手に入りますよ、みたいな、マップだったんだね。んで、こっち行って、こっち行って、降りると。マジでねえのか。あ、来た来た来た。どうせいっぱい出てくるんだろうな、この中から。あー、なんか3体ぐらいいるね。奥にね。そこいるね。はいはい。そこも顔を出してる。なんか降りてきたね。マジか。降りてくんのかよ。いやー、これ3体相手すんのか。もう一番気になってこいつだよ、こいつ。そう、来い、お前だけ。やっぱ強そうなやつやなぁ。ういで、奥から3人来てるから。そうだなぁ。普通に。ダメですか。硬いっすね。
はい。いやー、削られてしまったなー。もったいねえことした。弓には卑怯。ほい。おー、エストビンありがてえ。どんどん出てくるじゃん、マジで。うわー、3体いるじゃん。なんであそこで帰るかな。そうそう、来い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 。引くな引くな引くな。帰る帰るの、そこ。いや、どうせ追っかけられるんだろうなー、あれ。うん、オッケー。いやー、重厚いいね、マジで。変化つけといてよかった気がする。はい、あとは一体だね。気づいた。はい、いらっしゃい。強いんだよな、そのシールドバッシュが。このシールドバッシュの強さは卑怯だね。もういないでしょ。さすがにもういないでしょ。あー、いかにもボスっぽい感じの部屋。ここ何もない。ない。いや、23番やばいよねー。あーで、これで動く。はあ、マジか。おお。あーで、ここまで。いや、ちょっと待った。それこそさ、書庫のところからはいけない。ちょっと待ってね。あー、やっぱそういうことか。二つ、ね？はい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 。で、これで下に行けると。誰だっけ？カタリナさん、ジークの時と一緒だね。じゃあ、これはレベルアップに行こう。いや、関係なかったか。現場。
関係ないな。え、これ引っ張ると、あ、いや、これはもうこれでいいのか。じゃあ中央取って帰んの？え、マジか。めっちゃ移動大変じゃない？いや、でも、あれか。ああ、こっから戻っていけばそうでもないのか、ルート的に。ああ。まあまあまあ、ちょっとね、でかい数値道ソウルをなくすかと思ったけど。意外と OK だったね。5! こう上がる！あー、いいね。で、1万余って、今43でしょ？8か。上がって8か、数値的には。じゃ、つけずに。まあ、技量とか上げてもそんなにって感じだよね。まあ、筋力上げて。って感じかな。あとアイテムも預けようか。いやー、大変だわ。あ、黒髪無知なんだ。おついね。これね、刀系使いたいよねー。お、これでエストビン強化。ばあちゃん渡すのなかったよね。ないね。はい。ということで、今回の動画はここまでにしたいと思います。ライブの方は、ボス倒しいっちゃいますか。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃー、まったねー。